はい、皆さんこんにちは、釣りウェーブのタムです。今日は春の渓流釣り攻略ということで、解禁後2週続けていった渓流釣行を振り返りながら春の渓流釣りのポイントを考えていきたいと思います。春の渓流釣りで一番重要なのはポイント選びと水温です。この2つのテーマに絞って見ていきましょう。まずはじめに、日本の渓流はほとんどどこかの漁協の管轄となります。釣り券は必ず購入して入渓しましょう。この動画について、自分はルアー釣りも餌釣りもどっちもやるので、両方やるからこその視点で考察をお伝えできたらなと思っています。前振りが長くなりましたが、まず軽く今年初めの釣行を振り返ってみます。今年一発目は知人と利根川水系に行ってきました。まずあまり踏み跡のない片品川に入渓しました。なかなかいい軽装ではあったのですが、水温 4.5 度と低く、餌ルアーともに反応ありませんでした。次にもう少し水温の高い場所はないかと少し下り、平川に入渓しました。こちらも水温はほとんど変わらず反応ありません。諦めんなよ。その後思い切って里川を攻めようと薄根川に行くと、ただいまのね、水温が 9.5 度ですね。こちらはかなり上がっておりまして、放流もあったようで、先行車が車3台くらい入っているようでした。餌でやってみると、なんとかヤマメが1匹釣れました。しかしルアーに変えるとショートバイトで乗らず、結局この日は餌で釣れたヤマメ1匹のみでした。スタートだから波長とかどうでもいいっすよね。
はい、皆さんこんにちは。ツリーウェーブのタムです。ゆきです。今日はですね、渡良瀬水系に渓流釣りに行こうと思います。おー、いいですね。あれ、ゆっきーは渓流釣りは初めてですか？はい、初めてです。おー、これは楽しいことになってきました。渓流の童貞なんで今日は頑張ります。この時期ってアイナメっていう魚が釣れるんだけど、あとタナゴとか、たまにイセエビとかいるんだけど、そういうやつはね、警戒心強いからね。あ、ここも編集でカットしておきますね。あ、そう、お願いします。お、釣れた釣れた、でかすごい、マジ嬉しいんですけど。やった、開始早々グッドサイズのイワナがヒットしました。ヒレピンの素晴らしい魚体でした。お腹の膨れた産卵個体のようだったので、リリースします。じゃあ、そのまま逃げてください。はい、じゃあねー。今回、ちょっと長くなってしまったので、動画の続きは来週あたりにアップしたいと思います。そして今回は、いつもチャンネルを応援してくださっている皆様に感謝を込めて視聴者プレゼントを用意しました。今回イワナを釣り上げたスリーウェイブハンドメイドバルサミの一撃のイワナカラーを1名様に、 NHK でも紹介されたつなげられる焚き火台マルチトランスキャンプファイヤーを1名様に、網焼き串焼き何でもこなせるリ・セリカの新作焚き火台マルチトランスキャンプファイヤークロスを1名様に視聴者プレゼントしたいと思います。応募方法はまずはチャンネル登録をしていただいて、欲しい商品をコメント欄にコメントしていただければ結構です。抽選は独断で、1週間後にツイッター上で当選発表したいと思います。今まではライブ配信で抽選していたんですけれども、最近忙しくてちょっとしんどくなってしまったので、独断で選ばせていただきたいと思います。それではたくさんのご応募お待ちしております。